閉ざされたフロア。数年前に勤めていたバイト先での話です。そのバイト先のオンボロ工場は4階建てですけど、使われているのは1階と2階だけです。3階と4階は十数年くらい前までは倉庫として使われていたそうなんですけど、現在は全く人の出入りはありません。社員の話によれば、施錠されたまま鍵もなくしてしまって、そのまま無駄な上のフロアの放置を気にする者は誰もいなくなってしまったということなんだそうです。倉庫の中に何がしまわれていたのか、最後に使用されたのがいつなのか、それももう誰も覚えてはいません。ある日のこと、一階と二階との間のみで往来をする汎用のエレベーターが故障してしまって、普段ほとんど使用されたことがない貨物専用のエレベーターが臨時で使われることになりました。山積みにされた機械や荷物をどけると、その小型エレベーターは隅っこで埃にまみれてひっそりと佇んでいました。稼働するかどうか心配はあったんですけど、起動スイッチを入れると、何の不具合もなく、それは扉を開けました。一階で貨物を積み入れ、二階に送ります。よく見ると、三階と四階の行き先ボタンもありました。僕らアルバイト学生は、これを見て、全員が、同じことを考えました。上のフロアに行ける唯一の手段であると。30分間の休憩時間、社員の姿がなくなるのを確認して、僕たちはじゃんけんを始めました。負けた者2人が3階と4階を探検してくるんです。A がビリで4階。僕はその次だったんで、3階を探検しなければならなくなりました。それぞれ懐中電灯を手に、エレベーターに乗り込みました。貨物専用なので、扉が閉まった時点から暗闇です。まず3階で止まりました。僕らは息を呑み、扉が開くのを待ちました。ひんやりとしたカビ臭い空気が流れ、ゆっくりと扉が開きました。懐中電灯で照らすと、3階は2階とほぼ同じ作りになっているらしいことがわかりました。じゃあお先に。僕は A を残し、恐る恐るエレベーターから出ました。気をつけてな。A がそう言い終わらないうちに扉は閉まりました。エレベーターは4階に上がり止まりました。取り残された僕はまずフロアの照明スイッチを探しました。多分2階と同じ場所にあるだろうと思い、奥の方に歩いて行ったんですけど、見つかりませんでした。とりあえず、壁伝いに歩いて探すことにしました。ほとんどガラン堂になっていて、目を引くものといえば、山積みにされたコンテナ、埃をかぶった作業机、乱暴な殴り書きの禁煙の張り紙、それと、えらく古い型のエアコンくらいでした。壁伝いに半周ほどしましたが、
スイッチは見つかりません。道路沿いの窓まで歩いて外を眺めると、いつも見ている2階からの風景とはちょっと違うようで、なんだか新鮮な感じがしました。窓の周辺は月明かりで多少は見渡すことができました。てるてる坊主が一つぶら下がっていました。A は今頃何やってるんだろうか。そう考えたとき、ちょうどエレベーターの扉が開き、A が出てきました。おい、そろそろ戻ろう。あ、はい。エレベーターに乗り込み、社員に見つからないように、僕らはそっと2階に戻りました。僕も A も、待ち構えていた他のバイト学生たちに、これといって話すほどの冒険談も何もなかったんで、さほど盛り上がることもなく、休憩時間は終わりました。深夜に仕事が終わって、帰りの支度をしながら、僕は A と、先ほどの探検について、ちょっと話をしました。A が行った4階には、中身のわからない段ボールや、貨物が多少あったそうですけど、やはり他には、目を引くようなものは、何もなかったということでした。僕はといえば、印象に残ったものといえば、禁煙の張り紙と窓際のてるてる坊主くらいで、幽霊くらい出てもよかったのにな、とクスクス笑ってしまいました。A も付き合いでちょっとニヤッと笑いましたが、すぐに真顔に戻りました。それはちょうど、僕らが自転車に乗って道路を渡ろうとしていた時でした。 A が笑うのをやめてしばらくぼーっとしていました。どうした？幽霊にでも取り憑かれたんじゃないのか？僕はニヤニヤしながら冗談を言いました。なあ、さっき月明かりがどうって言っていたよな。 A がそういうのを聞いて、僕はあっと気がつきました。月は出ていませんでした。でも確かに窓のあたりは明るく照らされていました。じゃああれは街の明かりに照らされていたのを勘違いしちゃっただけなのかな。確かに、月を見た気もしたんですけど、気のせいだったようにも思えますし、現に月は出ていないのですから、そうとしか言いようがありません。そして道路を渡り終えたところで、やがて A が再び口を開きました。やばいかも。彼の言っている意味が、はじめよくわからなかったんですけど、彼の視線の先を見たとき、僕もそれを理解し、頭の中がパンクしそうになってしまいました。何が何だかわからなくなってしまったんです。道路を渡ったところで、初めて高い塀で囲われた工場の3階と4階の壁が見えるんですけど、そのどこにも窓はついていなかったんです。僕はさすがにもうその工場でバイトする気にはなれなくて、そのまま辞めてしまいました。A も数週間後に辞めたそうです。